皆さんこんばんは、天下百軒山プロデューサーの中村健太郎です。皆さんこんばんは、鉄砲切り金光役の内藤亜美です。はい、今月も始まりました。始まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。12回目ということらしくて、お内藤さんに衣装が、そう見えます、はい、見てくださいよこれ新しくなっているっていう、はい、はい、もうめちゃめちゃ嬉しくて、キリちゃん、そうマジカルシューターマジカルシューターキリちゃんなんてことは私の T シャツじゃんと思って、はい、そんなありがたいことありますと思って、ね、キラキラしてるところにもちゃんとアルティメットビシャモンシュートって書いてある、書いてあるんですよ。めちゃめちゃおしゃれ、一見したらわからないですけど、このねちゃんとね必殺技打ってるところが映ってて、はい、もう5万円つはい、まずは9月の新衣装紹介ということで、はい、あずき長光、武蔵正宗、謙信兼光のバニー衣装をゲットできるイベント、総統特務うさぎと月に誘われてが明日9月25日より開催します。イエーイ。はーい、ということで改めて3人のバニー衣装を見ていきたいと思います。はい、まずはこちらですね。かわいい、かわいい。ちょ、まさかバニー衣装で出るとは思わなくて、結構恥ずかしがり屋なイメージがあったんですけど、うんうん、結構王道なバニー衣装で、はい、耳持ってるところがすごい可愛い。そうですね。そうなんです。で、やっぱ足元のうさちゃん、うんうんうん、ぬいぐるみがついてるところも可愛いですよね。でもあずきちゃんらしさを忘れずに、あの後ろのハートになってる可愛らしい、あの飾りがあるんですけど、はい、通常衣装の方だとあの普通の丸いものがついてるんですけど、うんうんうん、そこもちょっとハートに、あの、はい、ハートになっててラブリーになってるんですよね、うんうんうん、であの残生音符でも触れられてましたけど、はい、あの首元の、 あの襟の部分の、うんうんうん、あのダイヤとハートになってトランプみたいなところもすっごく可愛いですし、いやもうあと脇、まあそうですよね、脇がちょっと見えてるんですよね、はい、まああずきちゃんという脇、まあ、脇みたいなとこありますからねもうそうね、持ってる隊長さんわかると思うんですけども、はい、めちゃめちゃもう脇見せてますからね、はい、SR のあずきちゃんはい、謙信兼光さんのこの衣装です。もう謙さんはすごいですね、はい、そうですね、めちゃめちゃ大胆、うん、びっくりしちゃいましたまさか和服モチーフでこんなことができるのかっていう、うんうん、そうなんですよね、はい、振り袖ですからね、振り袖、そうね、振り袖でんぐり返しからも来てるでもちょっと履いてるんですけどね、この履いてないような感じ、そうですね、めちゃくちゃ大胆ですよね、うん、青ちゃんはね、うん、女体と表現をしていた気がするんですけれども、ザ女体っていう感じが、もう本当にちょっと結構この体型は世の女性にすごく勇気を与える体型だなと思ってて私めちゃめちゃ感動しちゃって、あのケンさんって、はい、あの大事にあの、うん、お家に、あ、そうですね、あの、はい、戦いに出してもらえなかった剣っていう風に聞いてたんで、いやもう体操を大事にされていた体型だなって思って、まあ、で普段だったらもう隠したいとかあると思うんですけど、うんうん、そこ気にせず出してもういいんだっていう世の女性にすごい勇気を与えてくれる、もうそんなの関係ないよ、もう自分が好きなもの着ればいいんだよっていうところがめちゃめちゃいいなって思ってて、本当に溢れて出ています、このラブが、うん、あの胸のマークのように、そうですねはい、武蔵ちゃん、武蔵ちゃんも全然変わりますね、そうですね、あの衣装によって、はい、武蔵ちゃんもまた胸ボーンってなって、まあ、これどういう構造の服なんだっていうのがすげえ気になるんですけどでも素敵ですよね、はい、なんか色がブラウンな感じで高級感があって、うんうん、はい、なんか高級なカジノのディーラーさん、そうね、このジャケットもちょっとツヤ感がある色味になっていて、うん、そうですよね、でカチューシャの部分もなんかヘッドホンみたいなものがついていて、うんうんうん、すごくおしゃれだなって思いつつ、はい、きっと胸が開いてるのは、うんうんうん、もうカジノ中にあそこに視線を集中させてちょっとイカサマしちゃうんじゃないかなっていう勝手な想像、絶対ディーラーだったら勝てない感じですね、そうですね、もう絶対にダメだけどみんな行っちゃう、武蔵ちゃんのところに、うん、みたいな、仕方ない、そうなんですよ、胸以外のところにも注目したいとこいっぱいありますからね、そうですね、でちょっと前かがみになってるんですけど、これ立ったらすごいスタイルいいですね、そうですよね、足も長いし、桜にあの耳で、うん、長効果がすごい、縦長効果さらにすごいですよね、ちょうど今いい感じに画面に収まってますよね、うんうんうん、素晴らしいポージング、ちょっと見えてる尻尾もいいですね、そうですね、コンってしてて可愛らしい、うんうん、そしてですね、今月もやっぱり特別バージョンがありまして、はい、はい、特別バージョンはこちらです、いや
はい、うさぎあずき長光ちゃんになります。うさぎあずき長光ちゃん、はい、いやこれはもう衝撃受けましたね。あ、そうですか、はい、見た時は見た時はじザンナマでこの間初公開されたんですけど、はいはいはい、もう衝撃受けました。なんかうさぎっていうよりもちょっと私的にはもう長光が詰まってるなって思って大興奮しちゃって、うん、まあはい、姉妹のいろんな要素がそうなんですよ、あるかなぎちゃんとか、はい、あの大般若ちゃんとか の、うん、あの衣装、通常衣装の部分がどことなくなんかイメージさせるみたいな。そうなんです、詰まってるんですよ、はい、だからなんかもう勝手に、うん、あずきちゃんがリスペクトして自分で作ったのか、それとも姉妹で話し合ってなんかこんなのがいいぞとか、はいはいはい、これを使えば良いみたいな感じで作ったのかなとかって思うと、うんうん、愛に溢れてる衣装だなと勝手に想像してしまって、うんうん、でもあずきちゃんの可愛らしさもしっかりと残していて、うんうん、うさちゃんの要素もあるんですよね、もちろん。そうですね、はい、耳もそうですし、うん、あと刀、うんうんうん、刀があのうさちゃんがもうついているっていうのも分かるんですけど、はい、あの鞘の部分、鞘の先の部分、そうなんです、あそこに人参、うん、人参があるんですよ。何なんですかね、こう上杉の人たちは特別バージョンになるときに刀を魔改造されがちなんですね。そうなんですね、上杉はもう魔改造しがち。キリちゃんもステッキみたいになってましたからね。はい、もう魔改造されたって書いてありましたから、うん、はい、ではせっかくなので今回もプレイできる端末を用意してきました。はい、はい、ということでまずは見つめるから、はい、いつものように紹介していただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。内藤さん、よろしくお願いします。はい、ねえ、いつも通り下からいきますよ。はい、いやー、かわいいよ、もうあんよからかわいいよ。うわー、あ、そう、上に、そう、そう、そう、ここですよ、これ人参、これ人参、どうされました？人参を見てました、人参を見て、いやー、上がってきた、かわいい。あ、ちょっとうさちゃんが散りばめられてますね、いろんなところに、ね、いろんなところにうさちゃんがいますね。いや、顔が可愛い、そして背景めちゃめちゃ綺麗ですね。背景9月に新規追加される、うん、すごい素敵。耳が気になりますか？はい、もう耳も何もかもが気になります、うん、すごい涼しげですね、背景。そうですね、この首元のうさちゃんもすごい可愛い、はい、可愛い、でタイになってるんですね。そうですね、そういうところもおしゃれ、うんうん、いや、もう見れば見るほどもう長光長光に何かついてますか？あ、もう、はい、ちょっともう愛が詰まってる。あとちょっと私気づいちゃったんですけど、何ですか、はい、この、え、何、めちゃめちゃ胸を押さえてるんですか、もうパンパン、この部分わかります、この部分、ここのお肉わかります、めちゃめちゃ寄せてる、めちゃめちゃ寄せてる、すごい、かき集めてるじゃん、ありったけの夢をかき集めてるよ、もうこれすごい、すごい、お腹綺麗ですね。そうですね、すごい、いいおへそ、いいおへそ。あとサスペンダーもいい仕事してますね、うんうんうん、ですね、ポヨンポヨンしてる、あ、もうまさにぴょんぴょんしてる感じが出てて、いやー、気になりますもん。どうされましたか？もう反応がすごい可愛い、もうご満悦、ご満悦です、もう本当にありがとうございます。ちょっと動いたところもめちゃめちゃ気になります。はいはい、ではここからはバトルなんですけど、その前にいつものポイントを見ていきたいと思います。はい、あずきちゃんは新属性の標準タイプ、ね、あ、新属性、属性変わりました、はい、そうですね、で基本攻撃は、まあ、1攻撃1から3の3段階になっていて、うん、で得意技がですね、地面を耕しながら前方に多段の突進攻撃、かわいい、なんか畑仕事とか、そうですね、そうですね、好きですもんね。耕した畑からは人参が生えてくるっていう演出です。何それ、めちゃめちゃ絶対かわいい。その攻撃をした時に土属性の攻撃が弱体化するっていう、デバフを付与するっていうような特有技になってます。なるほど、はい、だから新タイプ、はい、で奥義はさっきうさぎさんが踊ってたと思うんですけど、うん、はい、踊ってました、よくあるスイちゃんとかと同じ、あ、はい、敵をみんなで踊らせ る、あの全体攻撃になってます。じゃあみんなラインダンスするのかな、ワクワク、はい、敵と一緒にですね。いや、はい、で特殊行動が、まあ、いわゆるため攻撃で、攻撃1のボタンを長押しするとため攻撃みたいなところですね。あと、まあ、得意技中に攻撃ボタンを長押ししておくと一気に2段階目に突入するみたいな感じのものになっているので、まあ使いやすい特殊コードになっています。はい、ではここから始めていきたいと思います。はい、まずはこんな感じで動くと、こんな感じですね。いやー、はい、で攻撃が
3段階って感じです。でさっき言ってた上から見えます、はい、ため攻撃、ため攻撃はウサギさんを発射するっていう、ウサギさん発射、ウサギちゃんの部分光ってる、そう、あそこから出てるんですか、あそこが出てる、いやーかわいいっていうような演出になってます。すごい、遠くのじゃあ長月にも攻撃ができる、はい、攻撃ができる、うわ結構飛びますね、距離ある、そうですね、さらに、ああすごい、特殊カード倒れている敵にも、はい、攻撃が来るって感じですね。あとまあ可愛いのがですね、こうしばらく放っておくとまず最初に耳がピクピク、あ本当だ、でそこからさらに放っておくとウサギさんが出てくる、嘘やどこにいたの、ね、早く飛ばしてっていう、あとそう紹介できなかった得意技がこんな感じです、こう畑を耕しながら人参が生えてくるみたいな、なんか逆でした想像、はい、なんか人参が生えて攻撃なイメージでしたけど、あじゃなくて単に歩いた部分が人参が、はいって感じです、かわいい、いいですね、飼ってるウサギちゃんの餌困らないですね、はい、そうですね、でさっきあの得意技から特殊行動につなげられるって言ったんですけど、はい、ここで攻撃ボタン長押ししておくと、お特殊行動が出るので、まあ、コンボでつなげられるっていう感じですね、倒れてもいけますもんね、はい、なのでこの後内藤さんに実際のステージで使ってもらいたいと思います、い、はい、じゃあ操作と画面を変わります、はい、え、ちょっと待って、強め、最初から結構強めな敵いません、ちょっとでかいやつがいるじゃん、はい、これは高いです、あ、気持ちいい、はい、並んできた、囲まれても出し囲まれても出しそうですね、いっぱい来るじゃん、いっぱい来るじゃん、待って、あ、でも結構連打してから結構いってくる、はい、じゃあ奥義、みんなで踊るっていうウサギさんずっとピョンピョン言ってるっていう、うわ可愛い、はい、上から落ちてきた、攻撃になります、ピアノの音がすごい可愛らしかった、学芸会みたいな感じで、うんうんうん、おあと今とかで特殊行動とかでも確かにウサギさんは貫通したんで、あそうか、はい、あちょっと待って、ちょっと待って、ごめんやずきちゃん、ためだ、ためため、おおすごい、あのタコも倒せる、はい、射撃距離意外と射程も長いので、そうですね、使い勝手がいいはず、あ、いっぱい来た、いっぱい来た、いっぱい来た時に扇を使うと気持ちいい、よし、はい、見えない、いっぱいいると見えないんだそっか、こういうことになるんだね気持ちいい、でも気持ちいい終わり方、あ、勝利ポーズもかわいい、実際に動いてるあずきちゃんどうでしたか？いやとっても可愛かったです、うんうん、囲まれた時は確かにあの奥義とかで、はい、うんうん、まあずきちゃん隠れちゃいましたけど、まあそうですね、最後ね、奥義とかで、はい、あの倒すの気持ちいいです、うんうん、やっぱ最後に落ちてダーンっていうのが気持ちいいですし、うんうん、みんなで仲良く踊ってるのも可愛いなと思いましたし、ね、あと嬉しかったのが、うんうん、あの SR のあずきちゃん、はい、SR なのにあの月が結構追撃がついてて、はい、結構距離伸びるんですけど、はい、それがあのこの特別ちゃんにも残ってたのが、そうですね、ちゃんは、攻撃3の部分が追撃がついていますね、なんでその部分がちゃんと残ってたのがすごい嬉しかったので、はい、ゲットした隊長さんをちょっとそういうところも見比べてみたら楽しいと思います、はい、ぜひということでですね、改めて特別バージョンあずき長光の映像を用意していますので、はい、ここから見ていきたいと思います、はい、はい、それでは VTR どうぞ、よし、誰もいない、今のうちに、え、あ、主様、どうしてここに、これはそのお母さんになるためでして、お母さんって言っても本当のお母さんじゃなくてですね、あくまでお母さんの代わりと言いますか、は、はい、駒
しなくて大丈夫だよ。お母さんいじめられてるわけじゃないからね。はい、そうです。畑仕事をしてる時に見つけたんですけど、お母さんウサギは見当たらなかったから保護して。いつもはお部屋でお世話してるんですけど、少しお外の空気も吸わせてあげたいなって。はい、お母さんウサギになろうと思いまして。ぶっちり集中です。はい、このサンフリの可愛いバニー衣装をゲットできるイベント、総統特務ウサギと月に誘われては明日9月25日より開催です。はい、同時に特別バージョンのあずき長光ちゃんも登場しますので、ぜひお迎えしてあげてください。お願いします。そしてですね、さらに今月も可愛いキャラソンがありますということで、内藤さん曲振りをお願いしてもいいですか。はい、わかりました。では今年の秋はロックにお月見、バニー姿のみつるぎちゃんたちがウサ耳を揺らしてお届けします。一緒に頭を振ってぴょんぴょん盛り上がってください。あずき長光、剣心兼光、武蔵政宗で揺らしてお月見ナイトです。お聴きください。どうぞ。見せるだいたんな反対を
もうめちゃめちゃかっこいいかったですね、はい、この曲はですね、なんかあずきちゃんのキャライラストのラフを見たときに、うさ耳でヘドバンするってめっちゃ可愛いんじゃないかってパッと思いついたところから、すごいですね、はい、あのあずきちゃん見てこれ思いついたの、まあ、この9月曲どんな曲にしようかなって考えながら見てたんで、なんでそうするとじゃあもうヘドバンといえばもうメタルラウドロックみたいなところでしょっていうところで、まあ激しめのロックの曲を、あと個人的なおすすめポイントは2番のサビの終わりが、あのムチ打ちには注意してピョンっていうあのヘドバンしすぎてムチ打ちになるあるあるっていうのがそのメタラーの人にはあるので、まあピョンつければもう何でも可愛いなそういう曲になってます。そうだったんだ、はい、じゃあ揺らしてはもうてっきりてっきりあれのことかと思ってたんですけど、実はうさ耳のことだったっていう、汚れてた汚れてたな、汚れてる大人は満月で、はい、浄化されようと思います、はいはい、この新キャラクターソング揺らしてお月見ナイトも明日から開催されるイベントで聴けるようになるのでお楽しみにお待ちください。はい、通常任務第3部完結記念メインストーリー振り返りコーナーです。おー、2018年の11月、まあ、ほぼほぼ2年前ですかね、あそうなんに第1章が公開されて、今日このプロデューサーレターが公開されていると同時に通常任務の第3部の完結編となる14章と15章が公開されました。わーい、はい、ということでですね、今回はクライマックスを楽しんでいただくために、うん、今日はメインストーリーの簡単な振り返りをしたいと思います。はい、でここでちょっと注意がありまして、ここから先ちょっとまあ多少のネタバレ的な要素もありますので、うん、なんかまだプレイ、あのストーリー進めてなくて聞きたくないよっていう方はここで停止ボタンを押してもらって、で、まあ、この後はですねこのメインストーリーのお話をして、あのいつもの簡単な告知っていう感じになるので、まあ、ここで見ても大体の知りたい情報は多分皆さん知れてると思うので、はい、ここから先はネタバレありでも見てもいいよっていう方だけお付き合いいただけると嬉しいです。優しい、はい、それではまず最初にメインストーリーのおさらいをしたいと思います。はい、はい、今画面に一覧でずらっと出てると思うんですけど、はい、第1部第2部外伝幕間第3部っていうのが現在公開されているメインシナリオになります、うん、はい、まあ、第1部と第2部が3人3人でバナーが出てるんですけど、うん、まあ、第1部第2部はですねこう闇落ちした茶壇なきりナーキーと、うん、まあ、琉球三宝刀たち3人との戦いみたいなお話になっていて、うん、はい、まあ、第2部の最後で、まあ、ナーキーを救うみたいなところがクライマックスになってます、うん、はい、まあ、その第1部第2部で、まあ、あの上泉さんたちが超越っていうパワーアップした姿になったりとか、うん、その超越の姿になるために天下五剣の人たちと一緒に修行みたいな、うん、特訓みたいなことをしたりみたいな、あの少年漫画の王道胸やつストーリー的な要素がふんだんに詰まった第1部、うん、第2部っていう形になってます、はい、でその第2部が終わった後に、まあ、外伝っていうものが公開されまして、ここに七星剣と平氏少林剣の司令副司令が出てると思うんですけど、はい、まあ、外伝はですね過去にタイムスリップしてお花見集っていうものができた当時のお話になってます、うん、なんで主人公たちが七星剣平氏少林剣と過去で出会って、そこでいろいろ我が月と対立したりでやったりとか、いろいろ困難を解決するみたいな話になって、うんうん、で現代に戻ってくるみたいなお話になってます、はい、でその後のマクマはですね、まあ、これあのナーキーとジョイズミさんが映ってるんですけど、うん、まあ、第2部であの救われたナーキーが明治館に来て、まあ、戸惑いながらも日常を取り戻していくみたいな、本当にマクマみたいなお話にはなってるんですけど、まあ、その裏でですね上泉さんとナーキーの制裁は私よみたいな戦いがあの繰り広げられるみたいなものになってます、はい、あの三剣英雄譚っていうのがちょうど第2部が終わった直後に2つ公開されまして、まあ、それが、はい、あの第2部のエンディングのその2みたいな感じになっていて、うんうんうん、まあ、後日談っていう感じですね、うん、実際に琉球三宝刀が沖縄に行って、まあ、ナーキーの過去と向き合ったりであったりとか、うん、まあ、事件を解決するみたいなお話になっていて、うん、過去のイベントシナリオが読めるようになるよっていう話を多分先月したかと思うんですけど、はい、それが10月の後半ぐらいに、はいはい、10月実装されるのであと1ヶ月ぐらいなんですけど、ちょっとお待ちいただければと。仕事が早い、はい、思います。すごい、はい、なんでこれもそのうち読めるようになるので、まあ、読めるようになったらぜひまだ読んでない方は読んでみてください、うん、はい、でこのまま第3部になるんですけど、まあ、第3部はですね茶壇なきりを闇落ちさせていた悪の親玉みたいな超強い敵がいるんですけど、うんうん、まあ、その敵との直接対決みたいな形になっていきます、うん、盛り上がってきてますね、はい、
今年の4月からやってる隊長さんたちはもうその敵とは実は一回戦ったことがあるはずで、はい、その敵がこちらになります。はい、第3部は超強敵水地との戦いというところで、はい、今年の4月にですね討伐特務災いの真影っていうところが開催されたんですけど、その時のボス水地が第3部のボスになってます。衝撃でした。はい、なんかすごい可愛い顔をして超強力な敵っていう感じですね。はい、そうですね、はい、ちょっと邪悪な感じがするんですけど、はい、ちょっとリボンとかついてて、そうですね、ちょっとなんセクシーお姉さんみたいなところが、はい、なんか日曜の朝のロボットの敵っぽくて、まあ、めちゃめちゃいいなって、うん、思って。そういうとこありますね。そうなんですよね、はい、ちょっとね悪いやつなんですけどちょっとね、はい、乗っ取られたい感はちょっとあるなっていうのは嘘でもない。なるほど、まあ、そういう水地さんでそんな水地さんじゃあどんな人なのかっていうと、おこう彼岸御所よりもさらに強い存在っていう、もうすごいバックでめちゃめちゃ大きく映ってる、はい、本当は彼岸御所の方が大きいだろうに、はい、あからさまに後ろで強敵感出してるっていう。すごいな。えっ CV 出てません？あ、そうなんです。これ何気に初公開してるんですけど、実はそれぞれに CV キャラクターボイスの担当されている方がいまして、うわ、そこを初めて今回今公開させてもらってます。いやー、はい、これはすごいぞ。そうですね、まあ、特に彼岸御所の人たちっていうのは声が加工されて、うん、そうですね、誰の声かわからないみたいな方々になってたんですけど、はい、はい、それがですねくっきりはっきりもう名前が出ちゃってる、はい、名前が出ちゃってるっていう、すごい、もう名だたる方々。そうですね、名だたる方々を率いているのが水地です。水地も名だたる方ですけどね。まあそうなんですよね。すごい、結構長い間初期から彼岸御所って出てましたけど、はい、まあなんでそれこそ、はい、ひずみとかはもう初期からリリース時からいるんで、うんうん、そうですよね、はい、3年半経って、うわ、ついに公開になっています。うわ、これはめちゃめちゃ貴重。はい、なんかそうやって見ると、はい、またちょっと加工されてる声聞いてちょっと探りたくなりますね。うん、そうですね。あ、本当だ、実はこういう要素があったってちょっと答え合わせとかしたくなるところもあっていいな。はい、まあ、通常任務では戦えるステージとかも、そうですね、はい、ありますのでボイスを想像しながら、はい、戦うこともできる。いやー、みんな嫌なのにな、戦うの悲願御所そうですね、嫌な敵ばっかり並んでますね。嫌な敵ばっかり。なんで第3部はこれら彼岸御所たちとも戦うし、最後水地とも戦っていくみたいな、そんなお話になってます。はい、まあ、先ほどからも言ってるように彼岸御所よりも凶悪な存在で、まあ、第1部第2部であれ実は茶壇なきりに憑依して精神を支配していたっていうことがありまして、味方に紛れ込むみたいな状態とかが可能な能力を持っているっていう感じの、はい、そういう部分も強い感じであるっていう強キャラ感がある、ね、そうですね、操れちゃうのはちょっと味方に手も出しづらいし、うん、はい、嫌な感じですね。ですね。でさらに今新キャラとして水地を紹介させてもらったんですけど、はい、まあ、第3部はもっとたくさん新キャラが出てきまして、お、はい、こんな感じですね。あ、はい、まあ、見たことあるよっていう方も多いかとは思うんですけど、そうそう、はい、こういう人たちが、うん、はい、出てきて、これも、うん、はい、何気に CV 初公開なんですけど、あ、そうか、はい、あ、違う方になってたりするんですね。まあそうですね、そういう方もおられてっていう、うんうんうん、こういう方たちと水地と、うんうん、それに加えてお花見衆側からも天下五剣が揃ったりであったりとか、うん、まあ、引き続き琉球三宝等も一緒に戦ったりとか、うんうん、っていうような形になってくるので、大乱戦がどんな風に収束していくのかみたいな形になっていくかなと思います。いや、キャラになった時衝撃でしたもん。あ、本当ですか。まあ、はい、確かにそうですよね。あ、こんな感じになるんだ、はい、みんなかっこよかったりおじいちゃんだったり、はい、私陸道改正結構衝撃だったんですけど、あ、そうですか。なんかもっと、なんだろう、勝手にやっぱ、はい、実際のフォルムがちょっと大きいから、うんうんうん、はい、もっとなんか太った僧侶的なのかと思ったら、はい、こんなにイケメンだと。何気にこう色味とかがなんかっぽいところもあったりとか、はい、ちょっとすごいびっくりして、はい、でもそれぞれみんなその要素が残ってて、はい、そのデザインもすごい素敵だなって思ってました、うんうんうん、はい、でさらにですね、まあ、味方側にも超強力な新キャラっていうのが現れまして、それがこちらですね。ああ、雨の幅切りっていうですね。いやー、かっこいい、はい、武器がすげえ強そう。そうですね、はい、あの武器何なんですかってぐらいな、はい、
興味が湧く武器ですね。ですね。あれを片手で持ってたりするのがすげえなっていうところ。うわ、手前のが剣みたいな。手前が多分実際の雨の幅剣ですね。指引っ掛けて、はい、そうですよね。すごい、白とブラックでも神聖な感じがしますね。はい、いや、白い髪とか、はい、敵、あの黒い肌となんか対比になってて、ね、より綺麗に見えて、はい、神秘的な感じがします。はい、でまあ、今まさに神秘的っていう言葉が出たんですけど、まあ、この雨の幅切りって急に出てきたこの人は誰っていう話なんですけど、うん、実は、神尾三賢の一振りと言われてまして、うん、はい、こんな感じです。まあ、多分なんかいろんな他のゲームとかいろんな作品で雨の村雲、天の村雲の剣、宇都宮玉、雨の幅切りっていう、うんうん、こう日本の神話時代に存在したとされる剣が三振りありまして、そのうちの一振りっていう形ですね。すごい。でその中でもですね、あの神尾三賢の筆頭っていうのが雨の幅切り。筆頭、はい、その中でもさらに、はい、剣の祖たる存在っていうことらしい。祖たる存在、はい、いやそれは、はい、半端ない。そうですね。で神話の時代からそこにあって、まあ、謎と神秘に満ちているっていう。いや、なんかストーリー読んでると、はい、この天の幅切りさんが、うんうん、はい、あのスサノオの御事と一緒にいたであろうというふうに紹介されてて、はい、確か具体的と思って、うんうんうん、確かにそういう話は聞いたことあるから、はい、日本の神話でそういうエピソードがより凄さが伝わってきて、はい、もう本当に 神じゃん。そうですね。そういうような存在にとして描かれてたりします。うんうんうん、もうこの人いたらもう大丈夫なんじゃないかって思っちゃうんですけどね、うん、はい、こんなに紹介されると、はい、何気にこれ今全身の姿が多分初公開になっているはず、うん、そうだそうだ、はい、だってストーリーだと上半身ですもんね。貴重、はい、すごい綺麗な足ですね。そうですね。立ち方もすごい綺麗ですし、うん、なんだろう、入れ墨みたいな蛇ですかね。蛇っぽい模様が見えたりしますね。入っててすごい綺麗なおみ足、はい、あと絶対領域を隠すっていう。そうですね、まさかの。なんだあれは、やっぱ神だからなんか絶対なんだな、はい、あの領域は神の領域かもしれないです。あそこ謎と神秘に満ちた領域ですね、うん、うわー、綺麗。ちょっとあの武器もどう使うのかすごい気になる、はい、なんかとにかく強そうっていうことが。そうですね、はい、ちょっとどんな戦い方するんだろうな、はい、神の強さってめちゃめちゃ気になる、はい、っていう形でですね、はい、これが今日まさに今公開された、うん、あ、はい、そうだ、メインス完結したから完結編で登場するのでこれからまさに始めてくださいっていうところですね、うん、そうですよね、はい。でまあ、もうすでに通常任務クリアしたよって方もおられるかもしれないと思うんですけど、今ですね、実は通常任務と共闘の行動力の消費が半分になるキャンペーンを開催してまして、うん、はい、ありがたい。なんで最新話までぜひ追いついていただいて、うんうん、最後まで見届けていただけると嬉しいです。優しい、はい、結構使いますもんね。そうですね、行動力、はい、このチャンスに進めてもらうと、うん、もしかしたらこの先いいことが起こるかもしれないので、うんうん、お、いいこと、はい、いいことなんだろう、はい、ぜひこの機会にメインシナリオを進めてみていただければと思います。はい、ぜひお願いします。はい、はい、ということでここからはお知らせコーナーです。はい、もうこの先はあのネタバレとかは一切ありませんので、はい、あのスキップしてここから見始めた方も、はい、はい、ぜひ最後まで一緒にお付き合いいただければと思います。はい、スキップした人お帰りなさい。はい、よろしくお願いします。はい、改めてですが、あずき長光、武蔵正宗、謙信兼光の万人衣装をゲットできるイベント、総統特務うさぎと月に誘われてが明日9月25日より開催されます。はい、特別バージョンのあずきちゃんもぜひよろしくお願いします。はい、ぴょんぴょん。はい、で3人が歌う新キャラクターソング揺らしてお月見ナイトも明日からゲーム実装、明後日より順次配信も始まりますので、はい、そちらもチェックしてみてください。お願いします。はい、続いてはこちらになります。衣装交換券おまけ付きガチャが開催中です。はい、今月は2017年9月に初回開催された博多藤四郎と笹抜きの月うさぎの衣装が交換対象になります。うわ、はい、まだ持ってないよっていう方はぜひチェックしてみてください。はい、もうタイミングバッチリですね。そうですね、ちょうどですね、一気にうさぎがゲットできる。はい、はい、ではここからは原作のお知らせになります。はい、はい、原作天下百景を掲載中の電撃ジーズマガジン最新10月号が好評発売中です。はい、はい、10月号ではですね、会津にゆかりのある新たな御剣会津新東吾と会津正宗を特集しています。はい、はい、
同じ主の下で過ごしたことがある仲良しの2人をぜひチェックしてみてください、はい、そしてですね、先月よりリニューアルしたファンコーナー天下ファンどころ、はい、公式イラストレーターによる書き下ろしイラスト天下百景には水着姿の小豆長光が登場しています。こちらですね、はい、川遊びを楽しんでいる彼女をぜひご堪能ください。また三つ剣たちの会話劇が覗き見できるコーナー花の女子会アット明治館、可愛い書き下ろしチビイラストが楽しめる天下百景プニもぜひチェックしてください。はい、では続いてはグッズ紹介になります、はい、はい、現在電撃屋にて先ほども出てきた水着姿の小豆長光が、ダブルスエードタペストリーになって予約受付中です。じゃじゃーん、はい、公式イラストレーターチョビペロ先生によって手掛けられた書き下ろしイラストを使用、タペストリーを収納できる特製の刀袋風収納袋は和風の生地を使用して小豆長光をイメージしたオリジナルのデザインとなっています。はい、はい、壁に飾れば川遊びデートをしているような体験ができるかもしれないですね。できますね、これはもう、はい、価格は税込み5,900円、締め切りは9月29日なので忘れずにゲットしてください。お願いします。はい、最後はコミック紹介になります。はい、はい、三影爆先生による津田越前守助弘と祖母呂助弘を中心に描いたギャグコミック、天下百景儀が電撃魔王にて連載中です。はい、はい、毎度起こる珍事件に巻き込まれるつーちゃんや明治館のみんなのはちゃめちゃな日常をお楽しみください。はい、ということで番組も終了の時間が迫ってまいりましたが、はい、いかがでしたか。いやー、もうテンションがやっぱりオープニングから、はい、もうぴょんぴょんだったんで、はい、うさぎじゃないですけど、はい、もう楽しかったですね、はい、今回の衣装 も、うん、もうちょっとまた熱が入ってしまいまして、はいはいはい、今回とメインストーリーの振り返りもあったので、蘇りましたね、あの熱かった思い出が、はい、あの必死に亡きを助けようとしていたあの頃みたいな。そうなんですよね。でちょうど今公開されているので、はい、まだこれからの方はぜひ楽しんでいただければと思います。はい、はい、というわけで今回はここまでになります。はい、はい、また次回があればお会いできればと思います。はい、よろしくお願いします。あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。お願いします。はい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。